皆さんこんにちは。おにぎりくんの日本語発音教室へようこそ。今日は福袋についてご紹介します。皆さんは福袋という言葉を聞いたことがありますか？毎年12月になると日本のたくさんのお店で福袋が販売されます。百貨店、スーパー、家電量販店、おもちゃやコーヒーショップなど、ジャンルを問わずいろいろな種類があります。福袋の中身は一点だけではなく、ほとんどの場合複数のものが入っています。そして中身があらかじめ分かっているものと、開封するまで中に何が入っているか分からないものがあります。中身があらかじめ分かっているものは、そのお店やブランドが好きな人にとって福袋の内容は明らかにお得になっています。例えば2023年のミスタードーナツの福袋の一つは、ドーナツ50個分の券が入っており、それを5900円で買うことができます。ドーナツ一つが180円だとしてもかなりお得ですよね。しかもそれ以外にもたくさんの可愛いグッズが入っています。中身があらかじめわからないものは、目安としていくら相当のものが入っていると袋に書かれている場合が多いです。洋服の福袋のように、シャツ1枚とスカート1枚など内容は書かれているけれど、デザインは不明なものもあります。秋葉原のおもちゃ屋さんでは、フィギュアやカードやバッジなど、何のアニメのどのキャラクターが入っているか全くわからないものでも人気があります。中身がわかっているものよりドキドキ感がありますね。年の初めの運試し的な意味で購入する人もいるようです。その他、人気の高いブランドの福袋は購入自体が抽選になることもあります。例えばスターバックスの福袋は11月頃から申し込みが始まり、早い段階で終了してしまいます。マクドナルドや無印良品なども同じで、購入すること自体がかなり高い倍率になっていることが多いです。そもそもなぜ福袋というのでしょう。福袋という言葉は、七福神の一人である大黒様が持っている大きな袋が由来とされています。大黒様は食物や財福を司る神様です。大黒様の持っている袋の中には、喜びや幸運が詰まっているとされており、それが福袋と言われるようになりました。そして福袋の元になったのは、江戸時代の呉服屋が布切れをまとめて商品にしたことにあるそうです。商品の中には金の糸が入った高価な布も含まれていて、それを目当てに客が集まったと言われています。今のように年始の商品として扱われるようになったのは明治時代の頃とされていて、昭和時代にはすでに文化として定着したようです。今は日本のお土産として買っていく旅行客の方もいるようです。中に欲しいものが入っていたら嬉しいですね。本日のお話はここまでです。
もしこの動画が面白いと思った方は、ぜひいいねボタンを押して教えてくださいね。そしてもっと勉強がしたい方は、おにぎりくんのサイトもご覧ください。日本語の発音と会話練習用のアプリもダウンロードできます。また個別指導をご希望の方は、そちらからお問い合わせくださいね。これからも一緒に頑張りましょう。